96丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ブロードウェイ -7 番外線の駅で、ある。マンハッタン区、アッパーウェストサイドのブロードウェイと、西96丁目の交差点に位置し、1系統、2系統、3系統が、終日停車する。駅は1904年10月27日、マンハッタン本線のシティホール駅から145丁目駅間が、 開通した際に開業した。開業当初は各駅停車が当駅を理解し、急行が異北各駅停車で145丁目駅まで向かっていた。駅は1950年代後半に重量編成の列車の入線に対応できるようにホーム有効庁の延長を行っている。延長部分は元々の部分とは違うスタイルで建設されたため、一目で 元々の部分と延長された部分を見分けることができる。なお、この延長工事により、ホームが西94丁目、つまり南側へ伸びたことにより、南隣の91丁目駅との駅間距離が短くなったため91丁目駅は1959年2月2日に廃止されている。工事終了後、ラッシュ時のサービスが変更され、北高列車は当駅より、 各駅停車がブロードウェイマイナス -7 番外線経由で、バンコートラントパークマイナス -242 丁目駅へ、急行がレノックスアベニュー線へ分岐し、同線145丁目駅へ、あるいは135丁目駅より、ホワイトプレーンズロード線へ、乗り入れブロンクス区内へ向かうようになった。または1981年に、地下鉄内で、最も老朽化した69駅の中に当駅を、 上げている。2006年7月、駅の改装工事は予算8000万ドルで承認された。2007年に西96丁目と西95丁目の間のブロードウェイ中央の新しい駅舎の建設が開始され、ホームへのエレベーターの設置工事も進められた。2008年までに駅の改装は費用6500万ドルと予算を大幅に下回り、終了した。 2009年には、新しい駅舎の開業は早くとも20ヶ月後で、推定費用は2600万ドルと発表された。新しい駅舎は2010年4月5日に開業し、短式ホームへの入り口及び短式ホームは閉鎖された。閉鎖後もしばらくは、短式ホームへの階段は残されていたが、短式ホームが事務所兼制御スペースに改装された。 ことに伴い旅客営業の再開はないと見込まれ、ブロードウェイの歩道の幅を広げるため階段は撤去された。改装工事に伴い1950年代の壁面タイルはすべて取り除かれ、開業当初のタイルワークが再び表に現れたが、すぐに新しいタイルに張り替えられている。エレベーターは2010年11月9日に設置工事が終了し、ADA に準拠した駅となった。 しかし、地元住民は、歩道から直接駅に入ることができなくなったことから、利便性が損なわれたとして、不満の声を上げている。また、新しい駅舎に向かうには、交差点を渡る必要があるが、ブロードウェイと西96丁目の交差点は、非常に危険で、乗客を間接的に危険にさらしていることになっている。駅は使用中の島式ホームに面と閉鎖中の、 短式ホーム2面、観光船2船、急行線2線を有した4面4線の地下駅で、環急接続を行うことができ、西から B1 線、B2 線、B3 線、B4 線の順に付設されている。なお、この故障は、車内で用いられるもので通常の旅客案内で、用いられることはない。駅の北側では、南北急行線が仮想へ潜り西101丁目付近で、 東へ分岐、IRT レノックスアベニュー線となり西104丁目の下を東へ進み、セントラルパークに入ると北へ進路を変えて、レノックスアベニューの下を通り、セントラルパークノース -110 丁目駅に入る。南北観光線は、上層階に止まりブロードウェイの下を北へ進み103丁目駅に入る。なお、西100丁目付近からは、 南北観光線の間に急行線が観光線から分岐する形で付設されているが定期旅客列車の通過はない。96と描かれたオリジナルカルトゥーシュ壁面モザイク駅は開業当初ブロードウェイ沿いの歩道より南北観光線外側の短式ホーム北端に接続しそこから地下通路を通って島式ホームへ接続していた。しかし 2010年4月5日に新しい駅舎が完成した際に閉鎖された。この駅のように単式ホームと島式ホームの両方を有した途中駅はニューヨーク市地下鉄では珍しい構造となっている。この配置のため、島式ホームでは普通列車と急行列車の緩急接続を行うことができ、単式ホームでは普通列車から地上へ。 連絡通路を経由せずに直接上がれるようになっていた。この配置は当駅と同時に開業している IRT レキシントンアベニュー線ブルックリンブリッジシティホール駅と14丁目ユニオンスクエア駅でも導入されていた。しかし開業当初の地下鉄列車では両側の扉を開くことができこの構造でも問題はなかったが近代化した地下鉄列車では一度に 片側の扉しか開けない構造となったため、これらの駅では、環急接続を行う島式ホーム側の扉を開き、単式ホーム側は、締め切り扱いとなり単式ホームは閉鎖された。当駅の閉鎖された単式ホームは、事務所、制御スペース、保管区域などに変更する改装が行われており、このホームへの階段も撤去された。 新しい駅舎駅には現在使用されている出入り口が2カ所ある。1979年公開のカルト映画、ウォリアーズの劇中での追跡シーンで当駅が登場している。ただし、駅外のシーンはブロードウェイマイナス7番街、1072丁目駅で、駅構内のシーンは IND フルトンストリート線、ホイトスカーマーホーンストリート駅の使用していない。 鮮度を使用して撮影されている。ありがとうございます。